吉谷さん、まさにね、私も同じ考えで、私長生きすることを目的にはしてないんですよ。その瞬間その瞬間燃え尽きることですよね。明日のジョーじゃないですけども、やりきって生きる、やり残さないってことです。絶対に叶わないと思った相手にでも立ち向かっていくことによって、私は完全燃焼できると思うんですよ。この夢、この目標、叶わないだろうなと思うんだけども、果敢に挑んでいくことで命はね、輝き燃え続けるんだと思うんですよ。だからそういう意味でもっともっとね、ぶつかっていく、当たって砕けるぐらい、これで死んでもいいぐらいのね、そういう意志を持って私は瞬間瞬間生きていければなと思うんですよね。とは言ってもそこまで考えてないんですけどね、私もねまあそういう気持ちになることがあるということです。だから命を守って長生きを優先すると、命はよどんでくすんでいってずるい人間になるんですよ。だから手段の目的化ですよね。だってすごくね、完全燃焼した1秒1秒が積み重なっていったら、それはね、1秒でも長く生きたいと思うんですよ。でも何の刺激もない、何の喜びも苦しみもないのに、長い間で生きていきたいって思わないなと思うんですよ。私は別の考え方があってね、それはいいと思いますけども、私は例えばね、40歳まで生きた人、60歳で死んだ人、長生きが正しいとしたら60歳の人の方が絶対幸せってことになっちゃうんですよ。でも果たしてそうかなと。自分の意思を表現できなかった、貫き通せなかった60年80年って、それは生きてるって言えるのかなと思うんですよ。いや、私は仮にですね、今この瞬間自分の命が尽きても、これはこれで後悔ないですね。こんな日々をいただいて、こんな素晴らしい日常をね、プレゼントされて、それこそね、もうお釣りが来ますね、今この瞬間人生が終わっても。でも素晴らしすぎる人生なんで、一日も長く生きたいっていうふうに思うんですよ、逆にね。だからね、くすぶってると多分いつ死んでもいいやって気持ちになったかもしれませんけども、私はね、どちらかというと、くすぶってもいつ死んでもいいやじゃなくて、そんな命の粗末じゃなくって、ここまで自分の命を使い切れたんだったらもういいぞって思うんですよ。もういつでも俺の命取りに来てくれみたいな感じです。そしてまた大きな壁が現れたら、そこに全身でぶつかって砕けてもいいから戦いに行くぜみたいな、そんなね、気持ちになりますね。もうだからね、なんかそのアフィリエイトやろうがね、転売やろうがね、 FX やろうが SNS やろうが、こんな気合で命をかける、まさに自分に対してもお客さんに対しても命をかける人間がいるんで、このインターネットっていう世界でね、絶対に勝ち抜いていきますよ。でこのぐらいの覚悟でネットビジネス速稼塾に、ドリームアカデミーに入ってきてるんですかってことをね、今回この億万長者合宿で言いたいなというところでございますね。まあなかなか思えないですよね、ここまでね。だからある意味私線が切れてるんですよ。だから自分の苦痛を無視してね、目的に向かっていくとかね、 100% ダメでもやるとかね、もう無駄としか言えないですね、これはね。無駄が大好きなんですよ、きっとねはい、まあそれを人に強要しないってだけでございます。まあそんな性格ですけども、まあいいんじゃないですか、こういう人間がいても。なんせ隠居ですからね。いや、いってらっしゃい。